山名報告は、戦国時代から江戸時代前期にかけての大名、武将。天文十七年、田島国の大名で、田島三名家の山名豊貞の次男として生まれた。署名は元宝。聖母は、室町幕府の官僚、第十五代細川慶長や当主、細川高国の娘。性質は叔父である山名雄豊の娘。永六三年。 父の豊貞が死去した。その後を継ぐため派遣された宗豊も永禄四年に創生し、ついで兄の豊数が稲葉三名家の家督を継承すると、報告は史上であった稲葉岩以上の上司とされたが、後に敵対した兄の豊数やその家老の武田、高信によって城を追われ、隣国の田島国や塚まで逃れた。兄の豊数の死後、 山中高生ら天腰山東軍の支援を得て、稲葉三名家の家督を継承するが、天正元年、毛利氏の武将、吉川元春に攻められ、降伏して、毛利氏の軍門に下った。毛利氏の当主、毛利輝元より返旗を受けて元宝と名乗るが、後に、小田氏と吉見を通じて、元の地を捨てて報告に改名する。天正六年から小田信長と吉見を通じてはいた。 ものの幕下に入ったわけではなかった。天正8年に小田氏の武将、橋場秀吉が進行してきた。報告らは一旦は鳥取城に籠城するが、重臣の中村春族、森下同様ら家臣団が徹底抗戦を主張する中、単身で秀吉の陣中に赴き降伏した。報告は秀吉を通じて除名された。上司を失った鳥取城には、 毛利氏からの炎症として、吉川教家が送り込まれ、依然として、小田氏に対し抵抗を続けた。翌天正9年には、吉川教家や自分の旧家臣がこもる鳥取城攻めに秀吉と共に、報告も従軍した。報告が籠城した千年は、鳥取城に兵糧攻めは通じなかったが、この年の再度の兵糧攻めによって、城は陥落した。 秀吉の軍に下った報告であったが、秀吉からの豊臣氏への主官の話を断り、老人となったと伝えられる。後に、摂津国川辺軍の少量種、ただしの触覚となる。天正14年、浜松時代の徳川家康から地遇を得たと伝えられている。天正20年からの朝鮮出兵には、豊臣秀吉から家臣ではなかったにもかかわらず、 九州非全名古屋城まで同行を命じられる。慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍につき、加盟これの利軍に加わり参戦した。慶長6年に田島国内で一軍を与えられ、6700国を領した。事実上、田島三名家が断絶したこともあり、江戸幕府政権下では田島三名家の血筋である報告の家計が山梨総計扱いとなった。 その後は、家康、秀忠から信頼を得て、駿府城の茶会などに参加するなどしている。ただしか造はなく、大名にはなれなかった。寛永3年10月7日、死去。去年79。報告の子孫は、江戸時代を通じて、表高い江波寄り合いと、交代寄り合い表をご霊修として存続した。ありがとうございます。